VTR でこの試合振り返りましょう。まず第1マッチのダブルス、平野前田組でした。石田さん、まあ、この両選手、今村上選手、村上監督からの、ね、話もありますが、ペアリングもちょっと合ってきているようですね、やっぱり。そうですね、うん、お互いプレーする領域も早いところで前でプレーできますし、はい、そういうところが相手にとっては脅威だと思いますね。うん、今のラリーなんか特にそうですよね。はい、前田平野11対5、それから11対2というゲームカウント2対0で取りました。そして第2マッチが森さくらと小塩春菜、ゲームカウント 3-0 で森が取ったんですけれども、森のプレー今日は良かったですね。我慢のところもありましたけどもね。そうですね、うん、村上監督おっしゃったように、まあ、自信をなくしたところで、この試合はとても自信になった試合だと思います。うん、小塩春菜がかなり悪かったわけじゃない、どちらか良かったですもんね今日ね。そうですね、良、うん、かったです。ただ、はい、やっぱり魂込めてボール打ってた感じですよね。やっぱ声を出した方がいいんでしょうかね。村上監督もおっしゃってましたけども。そうですね、やはり声出した選手方がいい選手はやっぱり声出さないとですね、調子に乗ってこないですからね。はい、森さくらが第2マッチを取りました。続きまして第3マッチはユモンユとフォンティエンウェイ、こちらはフォンティエンウェイが、まあ、ゲームは取りました。ただゲームカウントは 3-0 だったんですけども、差はほとんどなかったですけどね。そうですね、ラリーでどっちが制するかという部分だけだったと思うので、ラリーをユモユ選手が制していれば、まあ、結果は勝ったかなという気がしますね。そうですね、はい、まあ、何度もやっているこの2人ではあるんですけれども、ラリーで少しフォンティエンウェイに分があったという形での 3-0 という感じでしょうね、これね。そうですね、はい、ただ本当にこの VTR でもあれなんですけども、場内静寂の中でのゲームでした。はい、そして最後第4マッチ、平野とスターシニー、まあ、平野が圧巻でした。そうですね、ほんのわずかにスターシニーもちょっと流れつかみかけたことあったんですけどね。そうですね、相手に攻撃させないで自分で攻撃するスタイルもやってたので、まあ、そこを貫き通せるまた技術をですね、これからつけていけばまた変わってくると思いますね。はい、ただまあ手がつけられなくなる平野というのがまたちょっとずつ変えつつあるのかなという今日のゲームでしたね。そうですね、まあまあ、自分の高速卓球、得意な卓球だけで点が取れるということはないので、うん、その点が取れないときにどれだけ我慢して、うん、自分の卓球に持ち込んでいくかというのもこの T リーグを通してもっともっと東京オリンピックまでやっていってほしいですね。はい、ということでマッチカウント3対1で日本生命レッドエルフが日本ペイントマレッツを下しました。